豊臣秀吉が天下を統一した後、各地の大名を集めて船遊びをした。その時秀吉から饅頭をもらった大名はその場で食べたが、元親は端をちぎって食べただけで紙に包んだ。それを見た秀吉からその饅頭をどうするつもりかと尋ねられると、太閤殿下からいただいたありがたい饅頭ですので、持って帰り家来にも分け与えますと答えた。秀吉は大いに気に入り、用意した饅頭をすべて与えたという。後継者として期待していた信親が戦死した後、英雄としての覇気を一気に失い、家督相続では末っ子の森親の後継を強行し、反対する家臣は一族だろうと皆殺しにするなど、信親没後の元親は久武、親直の残言があったとしても固い字になり、それまでの度量を失っていた。越木川の戦いで信親が戦死したことを知り、自分も死のうと思ったが家来に諌められている。その後秀吉から大隅の国を加増するとの話があったが、これを誇示している。